めっちゃくちゃ綺麗なってん。プラズミも薄くなってんねん。わかるか、この感じ。せーの、毎度みゆちゃいです。今日は皆様に紹介したいものがございまして、はい、先に言っとくと、提供でいただいたんですけど、それがもうめっちゃくちゃ良くて、もう超スーパーウルトラ良くて、なんでそれを皆さんにも共有したいと思って動画にしています。今までインフルエンサーとして活動してきて、いろんな企業さんからいろんな商品提供を受けてんけど、もう1、2を争うぐらいコスパもいいし、何より効果がすごいくて、もうガチ、もうリアルガチおすすめなんで、それを今日は紹介させてください。この後その商品の使い方から2週間使ってみてどうだったかっていうのを流すんですけど、まあその2週間使ってみて良くなかったら動画にしやんとこと思ったんですけど、これはもう出さざる得ないぐらいに良かった。気になるやろ、どんなアイテムか。ガチでいいねんな。久しぶりにこんなに感動するアイテムに出会って、商品提供いただいて感謝しております。それでは早速み、はい、今回紹介するアイテムはこちら、ダーマペン美顔器で有名なダーマエアショットです。じゃあこれ実際使っていきたいと思います。でこれはあのダーマペンからアイデアを受けて開発された商品やねんけど、ダーマペンってみんな受けたことあります？1回だけ受けたことあんねんけど、そのダーマペンってさ、こう針をこう顔にブツ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 刺して傷つけるからさ、すごいねん、ダウンタイムが。これは針はついてなくて、独自開発された電気針がこう肌をこう傷つけることなくて、ダウンタイムとかもないんやけど、そう、これを使うことでスキンケアの浸透率を高めてくれるし、こう毛穴を引き締めてくれる効果があるっていうアイテムなんですよね。まあ実際やっていこうと思うんやけど、今洗顔して、水気だけ拭いて、もう顔に今何にもついてない状態で、これをここのボタンでつけたらレベル1から始まんねんけど、レベル1から5まで上げれんねんけど、みゆはちょっと初めてやからレベル1の一番ちっちゃいのからいくわ。こう肌に直接こうつけずに、肌から 0.5 ミリだけこうやって離して、こう触れるか触れへんかぐらいの感じのところをこうやってこう滑らしていく感じでもいいし、こんな感じでトン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 って当てていってもどっちでもいいみたい。痛さはちょっとだけピリッてする部分もあるかなってぐらいで、こんな感じで使っていくねんけど、これを当てることによってスキンケアの通り道を作ってくれて、スキンケアの浸透力が高まるらしく、なんでこの後にスキンケアをこうのしていくねんけど、それがお肌の中にグングン入ってくるって感じのやつやねんな。でこれ5分経ったら勝手に切れてくれるので、お顔にまんべんなく当てていきます。みゆもさ、スキンケアは頑張ってる方ではあると思うねんけど、やっぱりこう月に1回生理で口周りめちゃくちゃ荒れるし、今もそうやねんけど、ここわかる？鼻の黒ずみっていうのはスキンケア結構頑張っててもめっちゃ頑固な部分やから、なかなかねちっちゃくなってくれへんねんけど、これを使って肌の黒ずみとかもなくなればいいなと思って、ね、2週間こう続けてみようと思うねんけど、この鼻とかここ目の下とかは皮膚が薄いからレベル1がいいみたい。目の下、鼻、あとかかとかもかな、はレベル1で、あ、終わった、終わりました。5分経ったらこんな感じで勝手に切れてくれます。み、はい、当て終わったから、こちらメディキューブさんからいただいたトリプルコラーゲントナー、これをせっかくなんで使わせていただいて、お肌を一旦整えますね。すげえ、テクスチャートロントロンやん。結構トロントロンのトナーやのに、なんかめっちゃすぐ手からなくなっていく。これ浸透してるって証拠やんな。で次、こちら、ワンデーセラム、これを、これ毛穴の引き締め効果があるみたい。このセラムほんまにさっきも言ったけど、いつもより手からなくなるのが早い。なんかね、スーって浸透していく感じがする。わかる？わからへんよな。でこの輝き、
このダーマエアショット何がすごいって、このダーマエアショット使ったらスキンケアの浸透率が 432% も増加することが証明されてんねん。からこれやった後にスキンケアを入れるといつもよりももうぐんぐん入って効果を出してくれるって話やんな。はい、じゃあ最後の仕上げにワンデークリーム、さっきのこのセラムと一緒でこれも毛穴に特化したスキンケアみたい。いい匂い、めっちゃいい匂い、癒されるこの匂いで、さっき紹介したセラムもこのクリームもそうやねんけど、毛穴、たるみ毛穴、開き毛穴に効果を発揮してくれるらしい。キュートな毛穴を引き締めてくれて、ツルンってした陶器肌にしてくれるらしい。仕上がりこんな感じ。さっきも言ったけどさ、生理の時にこう口周り必ずニキビできんねんな。 それとあともう生理関係なくこの鼻の黒ずみ、わかる？これがめっちゃずっと気になってて、今回いただいたこのダーマエアショットでこうスキンケアの通り道を作って、その上にさらにこのセラムとクリーム、これがめちゃくちゃ毛穴に効くってことやから、これをぐん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 入れてどんだけ毛穴の黒ずみ、毛穴の開きがなくなるか数週間ちょっと様子見てみようと思います。はい、2週間使ってみたんですけど、どう？わかる？この辺のツヤすごない？今これスキンケアしたてとかじゃないねんで、やのにこのツヤ感わかる？なんかね、この辺の毛穴もほんまにもうなんかなくなったって言ったらあれやけど、めちゃくちゃ肌きめ細やかになって、めっちゃくちゃ綺麗なってんで、まあ、めちゃくちゃ頑固な鼻の黒ずみも肉眼で見るとほんまに明らかにちっちゃくなってるし、黒ずみも薄くなってんねん。わかるか？この感じ。3日おきに2週間使ってみてんけど、もう2回目ぐらいから次の日のファンデーションのノリがえげつない。もう明らかに違うねん。もうなんて言ったらいいの、すっごいのるし、こう毛穴も小さくなって肌もこうきめ細やかになったからか、ファンデーションめっちゃ崩れにくなってん。すごない？めちゃくちゃ効果実感できると思う。みゆはほんまに2回目ぐらいで、あ、やばい、ファンデーションのノリえげつないってなって、ちょうどその日飲みに出とってんけど、だいたいこう飲みに出てお酒入れたらさ、なんていうの、顔ほてってきてさ、メイク落ちるのも早かったりすんねんけど、メイク落ちひんやん、ファンデーションよれへんってなって感動したな。マジで感動した。で、使い始めはこうレベル1ぐらいで全部当てとってんけど、今もう3ぐらいまで上げれるようになって、この鼻とこの目の下の皮の薄い部分以外レベル3で今当ててます。ずっとたった2週間ちょいでこれだけ肌が変わったから、ほんまに使い続けてたらマジでノーファンデ生活いけるんじゃないかなって思ってるから、ちょっと続けてやってみようと思う。ほんまに毛穴とかなくなっていきそう。もう本当に本当に大満足でございます。これを使うとスキンケアの浸透率が 432% もアップするから、まあこう高いスキンケア買うのもいいけど、まずはこれを使ってしっかりスキンケアの通り道を作ってあげて、お肌にしっかり浸透させて効果を出す、そっちをした方がいいんじゃないかなって思いました。みゆは。み、冒頭でもお伝えした通りこれ提供でいただいたんですけど、いや、ほんまにほんまにいいアイテムで、マジで大満足すぎるアイテムに出会えたなって思ってます。なんでこれ使いながらスキンケアしっかりしてノーファンデ生活ができるように頑張りたいと思います。もうさ、みゆも今年31やんからね、もうねこれからはこう上から重ねることも大事やけど、それと同じぐらいこうね中からね美をこう作っていかなあかんなっても思うので、まあ本当にこの子に出会えてよかったなって思ってます。もうガチマジ本気でほんまにおすすめできるアイテムです。こちら気になった方は概要欄チェックしてみてください。ってことで終始すっぴんで失礼しますが、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。インスタの方もやっておりますので、そちらもフォローしていただければ嬉しいです。ってことで、ほなまた明日、バイバーイ。Oh.